はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。すごくご無沙汰してます。すみません、だいぶ空いちゃったんですけれども、そろそろ仕上げないとまずいということで、動画を撮っております。実は前回の後にですね、動画撮ったんですけれども、あまりにちょっと普段すごいグダグダの動画なんですけど、もっとグダグダの公開できないような動画になってしまっていて、悩んだんですけど、ちょっと公開しなかったので、絵の方がですね、多分色塗りが進んでいる状態になってると思います。今日はね、仕上げでもう最後まで塗っていきたいと思っているので、お付き合いいただけたら嬉しいです。はい、もう引っ越しまでね、2週間を切ってしまったということで、これはね、ちょっと荷造りのためにもね、物をしまわなくてはいけないので、ちょっと気合い入れてね、今日は仕上げていきたいと思います。はい、それでは早速なんですが、黄色ですかね、ちょっと黄色系の色を作って塗っていきたいと思いますね。はい、いつも通りこちらを使って、色を作っていきます。とりあえずリザードンでもない人影の尻尾のとこがね、赤い炎になってるんですけど、まあ、炎ってね、いろんな色がこう混じるというか、温度によってね、ちょっと色も変わってくると思うんですが、その色の変化をね、赤と黄色をちょっとこう使って色の変化を出していきたいので、ちょっとね、赤いところに黄色を重ねていきたいと思います。そんなに使わないので、メインが赤で、こういう、わかりますか、この尻尾の部分ね、ちょっとこう色を混ぜていく感じで、またね、皆さんからね、見えないような描き方で、あれ、申し訳ないんですけど、ちょっと描いていきますね。こんなことしてもしなくても、このあれですよね、上履きを上げる人は気にもしないと思うんですけど、そんなわざわざ書いてくれたのって感じだと思うんですけど、私がね、絵描きとしてちょっと気になるので、そういうところをちょっと手を込んだようにしたいなというよいしょ、ちょっとね、山吹色も混ぜた色を作ってみますね。開いてた、嫌な予感。アクリル絵の具って固まっちゃうんですよね、開いてると。よいしょ、私のね、保管の仕方がやあれなんですよ、もう家の中すごいですよ見せられない、本当に。いつも、もうこの背景しかもちろんお見せしてないんですけど、もう今段ボールだらけで激しいことになってます。いつも以上に見せられない我が家になってますね。よいしょ、こんな感じで重ねて、どうだ、炎らしくなったかな。まあこんな感じでちょっと燃え上がる炎みたいにね、しました。はい、もう完全自己満足ですお友達何にも多分気にしてないんですけど、これで少し
人影のね大切な炎が、人影はね炎消えちゃうとねもう繊維喪失しちゃうんですよ、ね、人影情報大切なんです。この炎は燃えてることに意味があるのでね、ちょっと燃やしました。はい、であとはもう白を後で仕上げに入れていくだけなので、ちょっとまあ後でそうですね、ちょっと水玉みたいのもちょっとつけつつやりたいんですけど、ここだけ他はいいかな。じゃあ次、メッソンのここはこんな頭のね触覚みたいな、これの色はねなんか黄色じゃないんですよね、若干黄緑が混じってるような黄緑なのかな、ちょっと試してみますけど、もう少しくすんでるような気もするので、ちょっと山吹混ぜながら作っていってみたいと思います。そう、前回の動画でねあまりにも色ができなくて、私あのいつもこう絵を見ながら色をこう調合してね、あのキャラクターに近い色を作っていくんですけど、もうあまりにも色がうまくできなくてグダグダ、もうグダグダ本当にひどかった。動画が進まないと思って、でも色ができないのに塗り始められないので、もうねどうしていいか分かんなくなっちゃって、でこれ投稿しないんだろうなって思いつつもビデオを回し続けて書いてたんですけど、ビデオ撮り終わった後になんか私何してたんだろうなみたいなこんな動画投稿できるわけないじゃんと思ってね、ちょっとやめたんですけど、ほんと色作るのって難しくて、こんな感じかな。自分でね思ったように作れないことがねやっぱりあるんですよね。よし、いきます。でもねアクリル絵の具なんかより、あ、こんな感じのねちょっと微妙な色なんですけど、なんて言っていいかか、アクリル絵の具の方が、今なんか変なこと言いました、私アクリル絵の具の方が油性ペンとか布用のペン、限りある色の中で塗るよりずっといいんですよ。あの立体感も出せるし、色の幅がねやっぱり無限大じゃないですか、色を混ぜて絵の具で作るっていうのは、もうほんのちょっと色を混ぜただけで雰囲気ぐっと変わりますし、今も作ったこの色ですけど、ただの黄色でもないし黄緑でもないし、ちょっとこのくすんだ黄色を作るだけでぐっとこうキャラクターのメッソンらしさが出るんですよね。自分の子供用じゃないんですけどねこのババキ、でもねお世話になったお母さんに本当に感謝の気持ちをねこれで伝えたい。もうね修了式卒園式が近いのでこれに思いを乗せてね送りたいと思います。ちょっと影つけようかな、やっぱね黄緑系の影にした方がちょっとくすんだ感じが強くなるかな。影はねやっぱね、あの当たり前なんですけどこう暗、ちょっと暗くね、でもあの地面に映る影と違って色の影なので、あの茶色とかね黒とかじゃなくて、やっぱりこう色で出すとより立体感が出ると思います。はい、では次、もうだいぶできたのでお目目かな、イーブイとピカチュウの目を塗っていきたいと思います。だいぶ濃い茶色みたいな方がいいかな。真っ黒だと、あ、真っ黒でもいいんですよ全然、それだったらあの油性ペンで塗りつぶすのも全然 OK だと思うんですけど、
まあ、私はほんのちょっとの黒に、まあ、茶色、焦げ茶ですね。だからいわゆるほんのちょっとの黒がいっぱい出ちゃったもったいないこういうことあるんですね。アクリル絵の具は高いのに、ね、乾いちゃうと使えないし、こう加減ができないと無駄遣い、もうベチャって出ちゃうのでね、本当に皆さん気をつけてください私みたいにね、無駄遣いしないように。じゃあこれにちょっと黒を混ぜて焦げ茶を作って、安定のね、皆さんに見えない感じの調合です、みません、よいしょ、作って、まあまあかな、もうちょい黒かな。最近皆さんにですね、皆さんって言い方、あの近所のねママ友さんとか、あの、まあ、いわゆるサークルみたいな集まりのお母さん方がみんなそれぞれで、あの私お別れ会やってもらってて、まあ、ちょっとあの今ね騒がれているコロナウイルスの影響でできなくなってしまったものもいっぱいあるんですけど、まあその制限のある中でもお別れ会をねしてもらって、日々ねもうメッセージカードもらったりプレゼントいただいたりで本当に感謝の日々です。ちょっとわかんないし、めっちゃ汚い筆だな使い込んでるんで、こういうもう、まあ、ほぼ黒ですけど、茶色と黒を混ぜたようなやつで、耳の先端、ピカチュウの耳の先端と目、あとイーブイの目を塗っていきたいと思います。はい、フレームアウト失礼します。頑張って塗ってきますね。まあできれば私はですね、キャラクターの線も茶色とかね、そういう優しい色で描きたいんですけど、上履きデコに関しては、上履きって洗うじゃないですか、いつも。でやっぱり色落ちがね、皆さん心配だと思うんです。初めの頃も話したと思うんですけど、そんなにね落ちないんですよ、ゴシゴシ洗っても。私のは落ちないように、落ちない用の液を混ぜてあるので。ただ油性ペンに関してはアクリル絵の具をのに混ぜれるその液体が混じってないので、色は残っても油性ペンの線は消えちゃったりすることがやっぱあるんですよね、だんだん薄くなってきて。ただペンに関してはあのご自身でなぞっていただければね、修正が効くので、ちょっとねあの修正していただく時もね、やっぱ皆さんご自身で家に持ってるのって名前ペンの黒じゃないですか。だから私がなんか変な違う色でラインを描いてしまうと、皆さん修正もしづらくなってきちゃったり、あと、まあ、名前ペンのようなしっかりした油性ペンじゃないと落ちが早かったりねして、絵がすぐ薄くなってきて修正が即必要になってしまうので、まあ、私としてはなるべく履き潰す時期まで修正しないでもらえるようなね作りを目指したいので、しっかり描いてはいるんですけど、まあ、それでもだんだんとね落ちてきてしまうので、上履きの絵はねもう落ちること前提というか、少し油性ペンの線は薄くなってきてしまうということを前提で作っているので、初めははっきりした黒でも描いてるうちになんと優しい雰囲気になっていくというね。洗濯機が終わりましたね。なのでまあ
本当はね、いろんな油性ペンの色を使って線を描いてもいいなと思うんですけど、まあ徐々にね雰囲気が優しく出てくるので、まあ、そんなにこだわんなくてもいいかなみたいに思うようになりまして、あのデジタル画とかアナログの絵を紙に描くやつとかはね、自分の持ってるグレーだったりブラウンだったりパープルだったり、ね、ピンクだったり、いろんなこう線画用のねペンがあるので、それを使って雰囲気を変えたりもするんですけど、とこの上履きデコに関してはそれが難しいので油性ペンの黒で描いてますね。まあ、あのどれだけの人が足元の上履きに注目するかと考えると、ほぼゼロ幼稚園でも気づいてくれる人もまあいますけど、やっぱりなんかね気づかないんですよね、人の足元って見てないんだなって思います。意外とね、まあ子供らですしね、あと、まあ、うちの園だけなのかな、裸足の時間がやたら多くてですね、今週上履き履いたみたいなぐらい上履き綺麗な状態で帰ってくることもあるので、そういうのもあってか我が家は色落ちないんですよね。ほんと洗ってもそんなゴシゴシ洗わないでもいいかなぐらい綺麗な状態で帰ってきて、いけましたね、できた。じゃああとはもうペンで描くやつばっかりだなね、かな、白、あと白かな、白と、あ、ちょっとあれかな、水玉模様の水色を少しだけ使って、それで色次白で終わりたいと思いますね。40分以内ぐらいに終わりそうだね、いつもほんとタラタラやってほんとすいません、長すぎますよね動画ね反省反省反省、あ、黄色、この黄色をね使おう、せっかくだからちょっとアクセントにしようかな。水色に白を混ぜて、水色シャボン玉みたいのをちょっとだけ塗ります。あえてはっきりした感じじゃなくて、グラデーションみたいにして、で、できるかな、雰囲気出るかしら、頑張れ私、よいしょ、自分を応援する、頑張れ頑張れ、よし、あと黄色をちょっと混ぜようかな、雰囲気出るっしょ。ちょっとこう水玉をねここに描きました。はい、あとはしっかり白を出して色を塗っていきたいと思います。大事です、瞳ですね、瞳の光がやっぱりキャラクターにあの魂を吹き込む感じですね、あの意味があります、すごく。
瞳に明かりを入れてあげることで、その子がどこを向いているのかとか、あの目が死んでると、まあ、人もそうなんですけど、なんかこう活力がないというか、輝いてると生き生き してる感じって、やっぱ人も、あ、私過ぎた、あるじゃないですか。喋りながらだとないですね。そう、だからやっぱりキャラクターもそうなんですよね。いやー、混ぜすぎたけど大丈夫これ。もうちょっと命だけちょっと与えて与えます。頑張れ。後でちょっと調整しようか。じゃあ大切なんでね、真剣に塗っていきます。あの普通の太さの筆なので、中くらいのね、細かいところをやるときは集中ね。めっちゃ黙るやんってね。すいません。なかなか集中すると。よっしゃ、もうちょっとですね。もう少しで片方ありますね。あと歯にちょっと色つけます。人影の歯。よいしょよいしょ。まあ、そんなにね神経質にならなくても歯は大丈夫かな。もうね、白なんでね、正直わからないと思います。描いたところでね。でも、これあるとないとじゃあ違うんですよ。なので頑張ります。上履き白だからね、描かなくても分かんないんじゃないって思う人もいると思うんですけど、ね、上履きの白とね、色の塗る白ってやっぱ違うんですよね。個人的にはやっぱり白は塗った方がいいかなって思ってます。ただ白を塗るとその下に塗った色を潰してしまって台無しにしてしまうことがあるので、やっぱりねすごく慎重にいかないと、下の色ってもう一度作るの大変だったりするんですよ。こう調合合わせてね、いろんな色合わせて作ってるものが主なんで、アクリル絵の具から塗った単色で作ったっていうか塗った色ならいいんですけど、
色を混ぜて作っちゃってると、もうその色を作るってすごく大変なので、正直ね同じ色は出来上がらないのでね。なのでちょっとはみ出たら即修正、こう消してね、白を消して頑張ってやんないと、もうあのアクリル絵の具はすぐ乾いてその場でね色が定着しちゃうので、良くも悪くもね。よし、あと EV ですね。あと最後にね、あの薄く白を色を薄くして、少しツヤをね、ツヤとか光の加減を白で足していきます。ちょっと待ってね、光の陰影だ、加減ってなんだ、光からのその影を作ったりするとキャラクターもっと生き生きするので、はい、じゃあ一旦ここで瞳は終わりで、さらに今度は白を薄くして、ちょっとね水を足して半透明みたいな状態にします。そして、ピカチュウだったり、ピカチュウのほっぺたとかにねちょんってこう光入れてあげたりすると可愛いんですよ。あとお花の上とかね、花まだあのペンをね再び入れてないのでちょっとはっきりはわからないんですけど、そういうところに入れてあげたり、ちょっとお手々の先っちょだったり、例えばこんな感じで、ね、少しこう光当たってますみたいな感じで艶やかにしてあげると生き生きしてきますね。いや、しなくてもいいんですけどね、私はこういう一手間が好きなので、仕上げがやっぱり楽しいですね。こういう作業はやりきったっていう感じもありますし、よし、じゃあ片方はこんな感じでいいかな。次、じゃあこっちに戻ります。もう一足にね、なんかちょっと色が悪い、私が白い服を着てるせいなのか画面いつも暗いですよね。これこのパジャマ姿ダメなんだなって思いました。すみません、分かってるのにどうしても子供たちが寝てからの時間になっちゃっていつもこんな格好してる。こうしてこうしてこうして、あの黒い線でね描かなくてもこれで少しこう陰影をねつけるとねはっきりわかるんですよ。あ、やばい、今度は何がやばいって、電池だ、またか、ちょっと切れる前に描き終えたい。
よいしょ。最後ね、人影だけやったらもうおしまいなんで、あとはね、次、まあ、次撮れるかなちょっとわかんないんですけど、まあ、撮れなかったらごめんなさい。ずっと更新していないツイッターの方に画像が出てくることがあるかもしれないです。完成とか言ってちょっと頑張ってね、あの次回仕上げも撮れるようにはしたいんですけど、ちょっと保証ができないですね。時間があるかな。これが少し乾けば今日撮れるかもしれないんですけど、もしごめんなさい仕上げまで撮れなかったら、あの後ほど画像でね、出来上がりましたっていうのをお伝えすることがあるかもしれません。よし、できたぞ。こんな感じかな。みんなに出来上がりを見てほしい。よいしょ。とりあえず色付けまでできたので、これね、ペン入れたらほんと全然変わるんですよ。変わるんですけど、そこをちょっと今日は見せれないというね。まあ、こんな感じで、白いところもやりました。どうですかね。大体伝わりますかね。ちょっとこれ時間を置いて、その間に、あの、充電できれば、もしかしたら続きが取れるかも。はい。ということで、色付け完成しました。ではね、次でも完成を目指していきたいと思いますので、頑張りたいと思います。色付け最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。